そうですか。そうですか。やっぱりそうですけど、そんなことないよ、結構イケメンですよ。結構いや、違う。でも髪の毛切ってオールバックになったら本当かっこいいんですよ。という今日はゲストが柴田理恵さん、解説が元大関海洋の坂山親方です。こちらの高安もなかなか苦いんばしった勝負師らしい表情です。おただ今回はちょっと腰が上がりません。まあ、本人は全く痛いとかいうことは言いませんけれども、隠岐の海は初日から横綱大関戦が続きまして7連敗でしたが、その連敗を昨日止めました。琴欧州戦に勝って止めました。行司式守勘太夫です。これはもう高安がはっきりともう一度仕切り直しという意思表示をしました。捕まえれば沖縄に動きたかった高安ですが、動きを止められました。しかし沖縄美としてもここからどんどん攻めていきたいと思います。高安が追っつけながら前回し狙っています。高安は上手が取れた、寄る、高安の勝ち。やった高安が今度その星星を取りました。動きを止められてどうかと思いましたが、積極的に攻めました。沖の海は残念ながら負け越しです。あれ、まあ、本人は本当に何も大丈夫としてしながらないでしょうけど、動きを見ていますと必ず今回やはり痛いところがあるのかなと思います。ただ今日は本当に気力で扱いますが、とにかく攻めましたね。押っつけてそうですね。まあ、やはりちょっと動きは悪いかなとは思うんですけど、はい、まあ、沖縄も全然攻めてないですから、そうなんですね。ここからもう少し自分から攻めていけばいいんですけども、はい、なんかこうじっとしてしまって、うん、逆に徳安に上手取られてしまいましたからね。この辺りがちょっと揺さぶっておいてからここで、あ、すいません、ここはまだ取れませんでした。この後追っつけながら手を抜きます。うん、もうね、そろそろね、沖の海はなかなか強いからね。下手厳しく制しながら切って、はい、うん、もうとにかくね、回しを取らせないようにしてね、うん、この辺りの攻防です。ここで取りました。もう引きつけてね、こういうこれが見えないところ、これがかっこいいんだよね、引きつけてよってこと。まさにあっちこっちでいろんなことしてるんですよ。はいはい、取られようとするのを取らせまいとしたり、その隙に取りに行ったりとか、うん、でその間に足も当然ね、そうですよね、すごいですね。高安が寄り切りで今場所の嬉しい初白星、海の日だったんですが、残念ながら幕内唯一海の島がつく沖の海は負け越しとなってしまいました。